ありがとういやいや、<laughs> どうぞ、大きな拍手お願いします本当に一丸となって、作品に取り組めたと思いますし、なんか改めてやっぱり、このメンバーであったからこそ、中尾雅紀がいて、そして横浜流星がいてくれて、本当に心から良かったなって思ってます。でまま今日初日日初なんで昨日とか 過去のことをいろいろ振り返っててうんまあなんかねちょっとこういろんなことを思い出して流星に昨日ラ LINE とかしたりしてうん何かまあ流星とは特にあの話す機会が多かったんでねいろいろ思い返して彼は本当になんか責任感が強くてうんなんだろうな真面目で熱い男なんですけどそれをね あまり表には普段出さない、うん、でそんな彼が3ヶ月の練習,間練習の間あの、まあ、きっと焦りとか不安チアの技術面に関してはそういうこともあったと思うし役柄的にも、ね、大きな技を決めなきゃいけないし、うんまあ、そして主演というプレッシャーもすごく大きなものがあったと思います。うんでまあ、満身創痍のの中、ね、チアの技を完成させて いざ撮影の直前に、まあ、怪我というアクシデントがあってねで、うん、その時の、まあ、一時撮影が中断になったわけですけど流星のなんか悔しさで、うん、涙を、ね、こう目にためている姿は、うん、忘れもしませんそれでも、ね、なんか彼はどうしても自分の力であの吹き替えとかなしで やりきりたいと言って、うんまあ、やりきたいと願,願って、えー、怪我した、ね、パンパンの手をかばって痛みのある中、うん、本当に自分の力だけでやりきった姿は本当にかっこよかったしさすがだなと思って、うん、<coughs> いや本当によく頑張ったと思います。 <laughs> 本当にありがとうございますなかなかこんな達成感を味わえることって、うん、なかなか普段ないから大切にしたいと思うし「このチア男子」っていう作品は自分にとっても熱い思いの入った作品になりましたしなんか、うん、チア男子は特別な仲間に出会えた作品です。 嬉しいですね、うん。本当にありがとう。いやいやこちらこそ本当にありがとうございます、うん。このメンバーを引っ張ってくれて本当に感謝しています。本当にあのー、僕だけじゃなくて浅香さんの存在はあのー、みんなにとってすごく心強い存在というか、うん、浅香さんがいることによってなんていうんですかねちょっとほら僕たちこう若いんであのー、ちょっとだらけてしまうところをちゃんとこう、うんうん、あの張り詰めたいあのなんかこう。 なんですか、カツを入れてくれたりとか、そういったところでなんかすごくこう助かりましたし、あすかさんの存在は本当にいや,いやいやいや、んなんか真面目な話になっちゃいましたが、ありがとう。いやいや、<laughs> <laughs> どうぞ大きな拍手お願いします。いやー、はい。まあ本当にだからよかまさん結構ギリギリの状態で最後ちょっと撮影していたっていうね。はい。はい、うん。いやまあでも自分ではそんなこと言えないんで、うんうん、まあでもあの時はやっぱ。 やばいとは思いましたし、っていうよりも、まずはみんなに迷惑をかけてしまったなっていうのがあって、だから何としてでも、の次の日がもう撮影だったので、何ん,んとしてでもこうみんながこう一生懸命頑張ってきたことを無駄にはしたくなかったので、そうですねやりきって、でもやりきれてよかったです、本当に、そんななんか、本当におすごい大けがではなくて、絶対無理だっていうけがではなくて、本当にそこだけは本当に。 神様にありがとうとう言いたいいたです <laughs> いやもうねちょっと浅賀さんの言葉が嬉しすぎてさっきからずっとねここの中にこうグさっとこう来てるんですよね、あのー、そうですねなんかでも自分だけではなくて本当にみんなが一生懸命こう何、あのー、て言うんですかね、あのー、本当に頑張って、あのー、頑張って実現不可能だって言われていた作品を。 あのこのメンバーで実現させることができました。えー、本当に胸を張って、あのー、皆さんに、えー、お見せできる作品になっていると思いますし、えー、皆さんこれから作品を見られるということで、あの純粋に楽しんで見ていただきたいです。えー、また、その今回今日見てあのー、面白いなと思っていただけたら、あの SNS であの感想などをこう拡散して。 あのこの作品をもっともっとこうたくさんの方々に見ていただけるようにあのお力をお借りできると嬉しいです、えー、今日は本当にありがとうございましたありがとうございます。